マトが色づいた。これ赤じゃなくてオレンジ。これがもう熟完熟だって。売れてる。取ります。いっぱいできてきたね。ここもここも。昨日のミートドリ、ミートソースを使ってミートドリア。そして今取ってきたミニトマトです。いただきます。イケアに来ました。福岡のイケア久しぶりです。今日はあんまり人いません。木曜日だからかな。平日のお昼です。Please keep your distance です。かわいいの発見。キーホルダーです。 IKEA バッグのこんな感じ。99円。かわいい。買う？迷いに迷ってこれにしようかな。さあ、この間買ったやついくらやったかな。これめっちゃいいですよ。役立ってます。電気の調節ができるおすすめです。買いました。結局いつものバッグと観葉植物とウッドデッキ。ついにウッドデッキをとりあえず2つ買いました。少ない。あんま並んでないです。帰るよ。重いな。そしてイケアの近くにあるクリーブラッツでパンを買って、これが有名なちくわパンだし、ちくわすごっ。コーヒー無料です。いいね。いただきます。帰ってきました。さあ、今から組み立てます。ちょっとだけ疲れた。でもいつもよりはあんまり歩いてないかな。じゃあ早速今からこの今ベランダです。ベランダのデッキをやりたいと思います。まあ、続きはまた明日で。また明日。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の Vlog が良かったなと思ったら、ぜひ高評価でいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた明日。